副社、ヨレンタ、または、ヨラーンは、ビエルコ・ポルスカ公ボレスワフの日。ハンガリーオ・ベーラ四世の娘、母は、ニカイア皇帝テオドロス一世、ラスカリスの娘マリア。二人の聖女、マルギト及び、キングの妹にあたり、またオバノエルジェーベとも、極めて崇敬されている聖人である。ヨレンタは幼くして、ポーランド大公ボレスワフ五世の日となっていた。 長子金がのもとに引き取られ、養育された。1257年、ヨレンタは、周囲の勧めで、ビエルコポルスカ公ボレスワフと結婚した。結婚後、ヨレンタは、夫の両国において貧者に対する施しを行い、彼ら貧者を助ける、修道院や事前病院の主要な講演者となった。夫ボレスワフは、妻の事前事業をしっかりと支えたことで、 経験校と呼ばれるようになった。1279年、ヨレンタは、夫に先立たれ、同じ年に、やはり未亡人となった姉菌が、そして、自分の娘の一人と共に、のび村中にあった、クララ修道会の女子修道院に入った。しかしこの地域が紛争に巻き込まれたため、ヨレンタは、グニエズノに、新しい修道院を建設して、そちらに移り住んだ。彼女は、死の直前、 同修道院の女子修道院長を務めることを要請され、応じている。ヨレンタは1827年、ローマカトリック教会に劣服されている。ヨレンタは夫・ボーレスワフとの間に3人の娘を設けた。エルジュビエタ、レグニツァコヘンリック5世と結婚やドビが、ポーランド王ブワディスワフ1世と結婚、アンナ、グニエズノの修道女。ありがとうございます。